エナガは、長江スズメ目エナガか、エナガ族に分類される鳥類。ユーラシア大陸の中緯度地方を中心に、ヨーロッパから中央アジア、日本まで広く分布する。日本では、九州以北に流潮、または氷潮として生息する。渡りはしない。全長は約14センチメートルないし13センチメートル。翼海長は約16センチメートル。 体重は5.5から9 5グラム。先体長には長いお葉を含むので、お葉を含めない体は、スズメと比べると随分小さいが、羽が柔らかく膨らみ、尾が長いため、実際よりやや大きく見える。尾の長さは、約7 5トル。黒いくちばしは小さく、くちばし身には湾曲している。首は短く、丸い体に長いお葉がついた小鳥である。 私有動系動色で外観上の区別はできない。成長は、まぶたが黄色く、南方系の亜種の場合は、黒色の太い眉藩があるが、北方系の亜種の場合は、頭部全体が白い。眉藩を有する南方系亜種の場合、眉藩はそのまま背中まで、太く黒い模様になっている。肩のあたりと尾の下は淡いエビ色で、機体から頭上、および顔と体下面は白い。翼、 おは黒い。羽毛は、薄褐色の初列風切りが10枚で野外では黒く見え、次列風切りが6枚で重ねると黒く見え、三列風切りが3枚で、他の風切りはより、褐色味が強く、お葉は6枚で、内側3枚は黒色、外側3枚は黒色に、白色の模様が混じる。幼鳥は、成長で黒色になる部分が単色で、眉藩などは、褐色味を帯びる。また方は、 単行色で、まぶたは赤く、背、下腹部の淡いエビ色味はない。俗名、イージサローズはギリシャ語で、四重から類の一種を、種商名コデイタスは中世ラテン語で、斧をそれぞれ意味する単語で、学名は、長い斧の四重から類の一種という意味である。和名は極端に、長い斧を柄の長い被尺に例えたことに由来し、江戸時代には、柄長び尺。 ガラビシャク、オナガビシャク、ガラナガドリなどとも呼ばれていた。AC ユピアス ACRB アシュエナガエシ、トライバーギータスエナガ、イージサローズコデイタスは、体の大きさ、体の各部の灰色の相違から20前後のアシュに分類されている。以下のアシュの分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。元アシュを除く日本に分布するアシュの分布、和名は、 日本産鳥類目録改定第7版に従う。日本では、シマエナガ長ナガ九州エナガ朝鮮エ絵長4阿衆が生息するが、北方形阿衆である、シマエナガを除き、いずれも南方系の阿衆である。南方形3阿衆の場合、阿衆館の灰色にはほとんど際はない。また、幼鳥には、阿衆館の際は、ほとんどない。なお、千葉県北西部を中心に、眉藩の色が薄くて、 シマエナガに似た個体が見られる場合があり、そのような個体は、チバエナガという通称で呼ばれる。江戸時代中期の書物、漢文金庫には、泥エナガの名で、ある運型エナガに似て頭シ白カイこの鳥を持って、見せて、シマエナガとなす数ズの三なりという記述があり、エナガの変異個体である、可能性も示唆されているが、正体は不明である。主に平地から山地にかけての林に生息するが、 樹木の多い庭園、公園や街路樹などでも見ることができる。陶器は山地上部にいた個体が越冬のため、低地の里山に降りてくることがある。繁殖器は群れの中につがいで小さな縄張りを持つ。非繁殖器も小さな群れを作るが、四重から山柄、日柄、目白、コゲラなどの違う種の小鳥と混群することも多い。はその混群の先導を行う。 また、批判食器には、ネグラとなる木の枝に並列し、小さな体を寄せ合って、集団で眠る習性がある。街中の街路樹が、ネグラとなることもあり、ネグラとなった街路樹は夕方には、たくさんのエナガの鳴き声で、ざわざわと騒がしくなり木の下には、糞がたくさん落とされることになる。地鳴きで仲間を確認しながら、群れで雑木林の中を動き回る。 木の枝先などで小さな昆虫類、クモ類、好みなど草の種子を食べる。特にアブラムシを好み、葉先にいるアブラムシを低空飛行しながら捕食したり、枝にぶら下がって種子を食べたりすることもある。また、樹皮から染み出る樹液を吸うこともある。3月頃から繁殖期に入り、つがいとなって樹木の枝や幹の、股に、苔をクモの糸で丸くまとめた。 袋状の成功な巣を作る。このため、匠鳥鳥と呼ばれることもあった。巣は円形ないし大円形の袋状で、側面上部に小さな丸い出入り口がある。巣は樹幹のコブのように見え、似たような巣を作る鳥は他にいない。4月から6月に白色半の卵を7から12個産み、主にメスが12から14日間放卵する。4月にはヒナが見られることがある。 ン座には大量の羽毛が敷き詰められる。ヒナは孵化後、約14から17日でだち、巣立ち後はいくつかの家族群が集まり、群れで行動する。津イ以外の繁殖に失敗したオスが育数に参加することもあり、メスだけでなく、オスが給仕する場合もある。また、死中からの育数にも参加する例が確認されている。日本では、 岐阜県で2001年の2004年に行われた178層の調査では、56層が何らかの捕食者による襲撃により繁殖に失敗し繁殖に成功したのは51層という報告例がある。昼に樹上、矢部の中、地上、空中などでなく、鳴き声は1年を通じて同じで、さえずりはチ、ーチー、ツリリ、ジュリリ、地鳴きは、ュリリ、ジュリリ。 猛禽類の排他化、罪、モズなどにより捕食されることがあり、これらの外敵を察知すると警戒発生を行う。日本の以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。